はいよー、ゆっくり行って。おー、気をつけてくれ。森ちゃん、森ちゃん、おー、なるほど。ふぅ、お願いします。はいよ、やべやべ、何してんだ。おお、どこ行っちゃうんだ。大丈夫か。ゆっくり戻れ、ゆっくり。お、どうした、大丈夫か。フラッグは下げといてね。フラッグ下げて。はい、さつきちゃん。スタンスもうちょっと広げて。まあ、ここはクラウチング組むんだけどね。足首だけでギュッてこう曲げないで、足首、膝、股関節ってこう三関節で、ね、1問目か2問目のちょうど中間ぐらいのところで横に、ね、おー、もっとずーもっと上から来ないと。そう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 、ファイティングポーズ。手下げない。あと年間で来る来ないか確認して。初乾燥。おお、森ちゃん一番こっち来たな。保温だったら一番右の方がいいんだけどね。ストックついて、ストックついて、ストックついて。うん。上体が大きすぎてんのね。股関節使うにはもう少し上体の前傾がいるってことね。だから右側行きなさいって言ったの。右側。よし、ストックついて。遅い、ストック遅い、ちょっと遅い。そうそう、ね、今上体がちょっと立ちすぎてるのね。おー、気をつけて。はい、戻って、ね、すね押すだけじゃなくて上体の角度もうちょっと出していった方が股関節使えるかな。はい、はい、そう、上体の前傾、ロングロング、ね、もうちょっとロング、もうちょっと前傾だよ、もうちょっと前傾、ね、膝の速い返し、この縦ゲートとか、ちゃんちゃん、そう、上体前傾、もうちょっとしなきゃダメよ。だまだ状態浅いぞ。股関節の角度、すねの角度を深めるっていうよりは股関節の角度を深めた方がいいな、ね、ちょっと状態もう少し進行方向に向けても大丈夫、ね、ほら状態起きてる、起きてる、状態起きてるぞ。足だけ、は
はい、森ちゃん。はい、はい、まだ状態浅いぞ、これね。お願いします。はいよ、ヒュンヒュン。もう少し早く次の気分見て、次の気分見て。おら遅い、膝の返し早く、手の位置もう少し前出しとかなきゃダメだ。